皆さん、こんにちは。こんにちは。レック選任講師の木村です。レック選任講師の松本です。えー、今日は、えー、レック調査士課初の試みということで、えー、対談形式のガイダンス、えー、挑戦していきたいと思います。はい、えー、まあ、このタイミングでやるしかないかなと思ったのは、まあ、レックの調査士課って若干。 硬いですよね <laughs> <laughs> なんかちょっとイメージとしてまああんまりこう明るいイメージがないかなということで、えー、まあ今日この松本講師というまあ若手の講師がね入ったということでまあこの紹介も兼ねてこれからまあこういった会談形式のガイダンスができればいいかなというふうに思っています。はい、ですので松本講師早速自己紹介お願いします。はい えね、今、木村先生の方から若手って言ってもらいたいんですけど全然実は若手じゃなくて結構年いってます全然そんなことです <laughs>、はい、皆様改めましてレクセや人工師の松本智博と言います、はいえー、平成30年の土地家屋調査試験に合格しましてその後レックで、えー、教材の制作ですとかあのトーレンの作文なんかあとは添削なんかも。 携わらせていただきまして2023年の学習経験者向けの講座担当させていただくことになりました改めましてよろしくお願いいたしますじゃあちょっと公表、えー、というかね、どんなものかっていうのを一緒に考えていきたいと思いますはい。え実際に今年の本試験どんな感じでした えー、一応今取ってるのが大体試験から、二ヶ月後ぐらいで取ってるんですけど。まあ詳細解説会なんかでも、お話ね、二人でさせていただいて。まあやっぱり、正直、簡単だったかなっていうい<や>。<laughs> じゃ、あ漢字一文字で表すと。漢字一文字。うん、<laughs> 戦うではないよね、この試験に関しては。<laughs> うん、なんでしょうね、読み取るの読むじゃないですか。読む。ああ、読解力は必要。でもそれって、土地。 でも択一もこの後ねちょっと見せたいなと思ってるんですけどもうちょっとこうなんでしょうね正解率あってもいい問題あったんじゃないかなっていうのは厳しいが中上級の講師厳しいいやまあでも確かにこう我々も解いててもうとにかくどっかにトラップあるんじゃないのっていうぐらい。 まあ本当にこのまま優しくてこのままでいいのっていうまま言っちゃった。うん,うん、そうですよね。まあそれが正直の感想かなというふうにね思うので、まあ実際にまだね、えー、合格発表ないけれども今待ってる受験生っていうのは非常にドキドキしてるのかな。うん、そうでしょうね。で皆さんね今回かなり手応え感じてるんじゃないかなっていうから余計にうんうんそこまでなんでしょうね。うもう初めから無理だっていう方もそんなにいないんじゃないかなっていう。う でも、かたやこう合格ラインがどのぐらいになるのかっていう話はいろんなところではいててでも80超えるでしょうみたいな声が多数でそうなってくるとある程度できた人もどんどん不安になってくるうーんどうなんでしょうね実際、今、まあ、80超えるって僕も詳細解説で可能性あるよって言ったんですけど。 まあ、その中ででも私は何とか80点の人は合格してほしい、うん、本当にそうでこと、ね、でやっぱりもうなんか79でまあ言っておきたいなとは思うけれどもこれはまあ叩かれる覚悟で <laughs> まあいつもやっぱり高めに言っちゃってるんだけれども投資に関してはまあ本当に80の人は合格してほしいというふうにまあ思ってます。うん、なのでまあ皆さんも不安に なってると思うので、まあ、今回はまあこういった場所を利用させてもらってじゃあ実際にまあ報告いただいたまあ卓越何問できた書式何点ぐらいだっていう自分のまあ、ねうん、採点をもとにじゃあこの人はまあこれからまあどんな勉強をしておいた方がいいんだろう。うん、例えばまあ確実にダメだよね っていう人はもう一から基礎からねやった方がいいし、うん、とは思うし、まあそれを中上級の担当のまあ松本君にまあぜひね判断をお願いしたいなというふうに思っているので <laughs> この後ぜひお願いします、はい。一回じゃあちょっと振り返りましょうかね本試験。はい、お願いします。ちねちょっともう一回振り返ってみましょうか。これ詳細解説会の方でね使った資料になるんですけれども一応基準点とねあとで受験人数戻りましたねやっぱり。いや嬉しい、うん、これは本当に嬉しい。うーん。 まあ、でもこれはやっぱり測量手法が元にね。戻ってきたっていう影響も大きいと思うけど。でも、まあそれだけじゃないというふうに信じたいので、まあこれからね。令和5年も6年もまちょっとずつでも上がってきてくれれば本当にそうですよね。思ってます。うん、でも、その分やっぱり合格率ちょっと下がりますかね。どうかな？やっぱり400人ぐらいを維持していくのかなっていう気持ちと。あとはやっぱり。まあ調査。司会の方もね。やっぱりもっともっと盛り上げ。て 行きたいっていう気持ちはあるでしょうからう少しずつでも増えていかないかなっていう <laughs> まあちょっとそういったね,うね希望もあります。それと、はい、これですよね一番もうタクイツですよね。ただこれって個人的には、はい、まあ確かに優しすぎるかなとは思うけれども。 ただ正直、令和3年とか令和2年とか、はい、まあ若干、疑義問題書式とかね<ー> <laughs> あったけれどもそういうのに比べたらまあ優しい問題っていうのは確実に基礎を固めてきた人は取れてるはずだから私は正直嫌いいじゃないです、うん、やっぱりでも本当にやってきた方がもう18問以上取ってきたんだなっていう,いやもうこの成績見たら本当に素晴らしい、うん、もうやっぱりきちんと基礎ができている証拠だからやるべきところをちゃんと勉強してるなって ね、それがもう本当に出てるなっていうのは思います。これで逆になんでしょうね。今年ダメだったって言ってじゃあもっと手を広げなくちゃっていうのはもうそれはダメですよね。うん、ナンセンスですね。うんそれはダメ。うんうん、そう思います。はい、えっ、ー、とね、以上こんな卓一リサーチの結果なんてのもあったりするんですけど、<laughs> 最初これ見たとびっくりしちゃいましたけどね <laughs>。これもう高いし。うんなんか上に固まりすぎちゃってで、まあでも。<laughs> まあ正直本当にこういったリサーチに協力してくれる方ってできる人がね,ね多いとは思っていたけどただ、まあ、法務省のあの発表を見てもやっぱり本当にみんなできてるんだなっていうのは分かりますよね。実際にこのデータで90%を超える正答率のものが11問これはやっぱり去年までとは全然違う。 傾向だと思います70%切ってる問題が一応もないですからね <laughs> いや<ー>ー恐ろしいうんだもんあれですよねあれだけの人数になるっていうのも納得うんうんしかもやっぱりここ数年個数問題ないじゃないですかで個数問題最後に出たのが平成28年、うん、で27年は確か個数が3個あったんです <laughs> で二28年は2個あってそれ以降は出てないでこれって何でだと思います どううなんでしょうねやっぱ疑義のある問題がちょっと個数問題とかであった時期なんかあったじゃないですか、うんうん、そういうのもやっぱ避ける狙いがあるんじゃないかなっていうのは組み合わせならえ、うん、出せるでしょ答えっていうなんかその帽子なんじゃないかなってうがってちょっと見てますね。なんか私は逆にその個数問題だと、はい、結局 100知識があるるところは取れる、うん、でも90%の知識の人って結局1個間違っただけで絶対に罰になっちゃうじゃないですかで,す、ね、でも逆に20%の知識がない人ってうまくいってい <laughs> 正解になっちゃう1個間違いはダメですけど、うん、2> 2個間違った結果<う>一致しちゃうそれを避けるっていう意味もあるのかなって思ったりして。うーんうん 確かに20%の知識の人がラッキーで取れちゃう、で、2.5点取れちゃうって、うんうん、やっぱりちょっと納得できないなっていうのもあるので、まあ、こういった傾向は私は好きです先生の方がまだ綺麗ですよ、<laughs> 僕なんかうがった見方してるんで。じゃあ、やっぱり今年皆さんできたっていうところですよね。<う>うん、で、まあ結局、正式勝負ということに、まあうん、なってくるわけですよね。 でそうすると、まあ土地と建物で、まあ傾向は全然違った。うんね、建物はやっぱり確実に取っていかなきゃいけないけれども、やっぱり床面積の算定でミスってしまった人結構多かった。う<ー> <laughs> もう毎年いますよね。いや本当にこれが結構な人数いると思ここ。言いますよね。皆さんもちろん気をつけてはいるんでしょうけど。うそうでも今回は確かにあの動物あ,のがあれは結構うん特に実もやってないとかやってでもやっぱりあれは。 確かに外面間の距離っていうのが分かっててもどこが外面なのっていうあれはちょっとねっていうのはあったけれども、うんうん、やっぱり建物は高得点が必要いやあれ木村先生にも当日お伝えしたんですけど実は僕陶器の,の目的さええこれ合ってるのかなって一応一部地目変更分泌で持ってきたんですけど先生これ分泌じゃないですかねなんて話をしてたので。 なので皆様も結構文筆悩まれたって何か書いちゃったよって人結構聞くんですけどあこれはあの松本君の名誉のためにもなるけれどもこの問題本当に素直に一部地目変更文筆でいいの、ね、考えすぎてまあいろいろ深読みして何度も何度も文章を読んだって言ってたよね本当に行ったり来たり行ったり来たりしてましたね。 私はそういうところ素直だからもう一発目で土地一部注目変更分泌時でした <laughs>、ね、実際ね皆様もそれぐらいで解いてそれぐらいの気持ちでね解いていただけるとね楽だったかなと思うんですけどただでもあのページ数は楽じゃない、ね、ないですよね絶対どっか必要だろうってやっぱ探しちゃ、ね、てもめくっても9ページだったっけうそうですね<ー>もうまあしょうがないまあ自分の名誉のためにしょうがないっていうまあそれでもまあもちろんね点数差がついちゃうんでうん。 しょうがないとはなかなか言えないですよねうんあとは急行図とかね本当にやっぱり実務ついてない人はかなりきつかったかなと思う、うん、僕無視しましたけど、ね、完全に見てない <laughs> 全く見てないですいや、うん、でもそれが本当にベストだったと思う、うんうん、分かんないのはとりあえず飛ばして、ね、戻っていくぐらいの方がいいですよねそ,、うん、その方が良かったと思う、うん、ただ結局結果的には土地勝負になっちゃうのかなっていうね、うん、まあところはあると思います じゃあ、実際に、どういう方が、まあ、どういう得点を取ってきたのかみたいな。そうです、ね、聞いてます。うん。あの、いろんな報告受けてます。で、まあ、この場を借りて、えー、まあ、例えば、卓越、自分は何問解けた。 でえー、書式の方は土地が何点で、まあ、多分建物何点ぐらいっていう、ね、自己採点してもらっているので、うん、まあその方がまあ合格できるのかあとはまあ微妙な人が結構多いと思うので、えー、まあ解説会でも言ったけれども今年は特に0.5点で泣く人が多く出ちゃうのかなっていうふうにね思ってるので実際にそのデータをここでまあお示ししてで実際にどんな勉強を令和5年に向けてしていったらいいんだろうっていうのを一緒に。 お話ししていこうと思います。はい。はい、エさん、択一。はい、十五問ということで。今年だと。きついうん、正直。うん、うん確かに基準点は十五問。だけど。まあ、毎年そうだけれども、基準点ギリギリで合格できる人って。 まあ正直、ななななかかなか少ないかなまあ正式本当に満点近くですよねだからまあ A さんに関してはもう本当、今すぐでも令和5年の勉強を始めてなきゃいけないかなといこれ、私は択一も含めてこの方、今年はちょっとやったほうがいいんじゃないかなって。 思うんですけど、どうでしょうねうん、うん。いや、本当そうだと思います。まあ、きついこと言うようだけれども。うん、まあ、令和四年の試験で十五問ということは、まあ、やっぱり基礎が足りてないっていうのが。一つ言えるのかなというふうに思います。うん、そうですね。うん、なので、土台をやっぱり固め直す。ね、今なら、まだ間に合う時期だと思うので。例えば、当連だけ受けてれば、何とかなるっていうふうなのは。ちょっと甘い,かなとい、うん。それはないですね。うん。うん まあ今年はやっぱ択一は最低でも18ぐらい正直取っていただきたかったっていうのが確かに、うん、まあ18は取れるかな、まあきついですけどね、う,ん,う,ん,うん、基礎講座きちんと受けていれば正直、本当に18取れる、う,ん,うん、本当に重箱の隅をつつくような問題は一切なかった,なかったですね、足レベルはありましたけどいや、本当、本当、それでもやっぱり組み合わせ型の問題だから答え出ちゃう。う なので、a さんはじゃあ例えばレックの講座を取るとしたらどんなのあります？うん、レックの講座ですと。とはい、学習経験者向けの講座はい。一応、はい、ね。4つご用意しております。フルコース、組織強化コース、そしてコンパクトコースにベースアップコース、うん、はいで、今の a さんなんですけれども、ちょっとやっぱり卓一足らない、うんうん。やはり18問以上は取っていただきたいってことを考えますと。と、うん、そうですね。 書式教科ではないですね。もう書式教科はないです。申し訳ないですけどないですね。なのでやっぱり択一がついてるフルコースですとかあとはコンパクトコース。コンパクトでいけるかなっていうようなところすね。さすがにねベースアップコースもありっちゃありですけど今からちょっと期間がねちょっとねそこまでは難しいかなっていうところで。 まあもし A さんのような方でしたら、まあ、やっぱりフルコースが一番おすすめになるんじゃないかなって思いますね。うんうん 多分これ聞いてくれてる人で A さんみたいな人って結構いると思うんですよ。そうですね。だからまあ自分がどこに当てはまるのかなっていうのをこの後 B さん、C さん、D さんも一緒に見ていって、で自分に置き換えてぜひね考えていただければと思います。そうですね。まあちょっと厳しい多分言い方になっちゃいますよね。どうしてもねでもこれは愛です。ただのいじめじゃないですか。やめて。はい。じゃ次行きましょう。はい。じゃ次見てみましょう。はい。B さん。B さんですね。一応卓一は十八問取ってますね。いい。 書式は…ん、まあ、でも、建物ちゃんと取って。うんいや、この B さんは、今までだったら、はい、合格。ですよね、もうこれで OK なはずなんだけど、今年に関しては、安心できない。うん、総合80でこれ、言わなくちゃいけないの、きついですよね。本当にうん ただまあ他校さんの予想なんか聞いてても80超えるかもなって1.5とか2とかね言ってるとやっぱり80取れてても多分 B さん不安だと思うそうですよねでも不安に感じるならもうやっちゃった方が絶対にいいですよねそううん結局何もしない期間が2か月もったいない本当にそうですね受かってたらそれはいいわけだからねでまあ口述対策にももちろんなるし うん、じゃあどうですかね。うん、これぐらい高得点の B さんでしたら、うん、B さんはまあ例えばコース取るんだったら、うん、もうこれしかないんじゃないですか。うん、書式強化ですか。私はまあコンパクトかなでやっとけばいいんじゃないのないみたいな。って思います、ねい。でも私はね中程度。<laughs> <laughs> まあでも卓一十八問取ってくださってて、でもただどうでしょうね。今年の十八問、うん、やっぱ。 やってたら取れるかなっていうところで、うん、来年度、じゃあまたこの難易度で、うん、一番怖いのがやっぱりここで来年16問になっちゃいましたとかもうそれが一番怖いですよね本当にこの試験の本当に魔物というか、うん、もうなんかそれを繰り返す今年は書式ダメだったじゃあ来年、書式頑張ってじゃあ択一ダメだった、うん、その次はまた逆で、うん、それを何年も繰り返すっていうのは恐ろしい。 なのでね、卓一ない、例えば書式強化コースなんかでもいいとは思うんですけれど、うん、<laughs> ね、もちろんこれ自分でね卓一その間もね、研鑽していかなくちゃいけないっていうね、それができる方だったらもう全然、うんうん、あでも全然来年改正ありますよ。<laughs> 改正あります。<laughs> そこなんだよね。そうですよね。そうただまあ基本的にはこうやっぱり受講相談なんかしていて、まあ書式こう 強化を取るというふうなね、えー、決心をした方には必ず私言ってるのがじゃあ自分で卓一対策はしてくださいっていうことはね申し上げてます。ただまあその民法の部分がちょっとねそうですよね、うん、改正あるのがまあ微妙に気にはなるけれども、うん、まあそれは討論なんかでも。 ある程度反映させていくかなと思うので、そこで考えてもいいのかなというふうに思います。まあ、当連までに何をするか、そうですね。これが一番大きくて、まあ結局その当連までのインプットをどれだけできるかっていうところが大きいですよね。早いところでも多分5月ぐらいですか、メインで始まる。そうだと思う。ってなると年明けから4ヶ月、5ヶ月。やっぱりその間何やるかがむしろ大事ですよね。当連の時期も大事ですけど。 やっぱりそこまで何をやるかじゃあ B さんはやっぱり書式強化にしてご自身で改正も終えるかそれいいと思いますはいじゃあ C さんいきましょうか見ていきましょうはい C さんはい卓一が40点16問ですねでも書式よくできてますねいやすごくバランスいいこよく得点できてますよねこの方も例年ならねこればっかり言いたくないけど うんまあ、でも例年なら例年ならって言ってるけれども、うん、まあ実は80点超えの年ってあるんだよね僕がが受かかったた年がそうでした自慢かなだからやっぱり令和4年も80点超えちゃうかなっていう予想がある、うんうん、でも C さんも本当に例年ならこんなにバランスよく一番よくバランスいいですよねでもやっぱり78点ってちょっと厳しいかなっていう、うん、そうですね言わざるを得ない。うん だからやっぱり学習はしておかなきゃダメですね。でも C で言うならちょっと確率低いですかね。うん今年で考えますと。まあ、そう,そう結局今年で考えちゃうと、うん、まあ18問欲しいよねっていう風になっちゃうわけだからうん,うっうん、ねうん、やっぱりまあバランスよく勉強してもらうのが一番ですね。うん。 逆に僕はこの方こそコンパクトなんじゃないかなってやっぱり択一どうしてもねちょっと足りないっていうのは正直にそうであと一番気になるのはその16問ってことは間違えた4問それがどこだったのかっていうのも結構重要そうですよねなんか結構読み間違えたみたいなの聞きますよやっぱり毎年いるんですけどやっぱり帰りの電車の中でやったら解けるのになんでこんなところにマークしてるの ね、でもまあそれはしょうがないにしても、まあ、例えばその間違った4問の中でまあ我々が例えばまあ今回落とすとしたら地目の問題とそれからあの18問,の18問あれ以外ってやっぱり落としていたらやっぱりちょっと基礎固まってないなっていうところがあると思うのでうあの皆さんもやっぱり何問取れたっていうところだけじゃなくてどこを落としてるのかっていうのはきちんとあの確認しておいてほしいと思います。改めてねちょっとう じゃあ次見てみましょうか、はい、最後 D さんですね D さん D さん来た <laughs> はい。私はこのタイプの人が結構いるんじゃないかなって思ってますまあ満点200人いましたからね <laughs> 満点200人いたんでそうない本当にそんな年はう,ん,うん。でも書式の方でこうなっちゃったっていう人って結構いると思うんですよそうすると D さんってこれ書式確実に足切りじゃないですかですね 30はないですよねそう,そうだからトータル80点取ってても残念ながらです、うんうん、で残念ながらこういう人が結構いると思うのでまあ私は合格点っていうのが80届かないでほしいというね <laughs> 希望があるわけです。でも書式30点そうですねやっぱり33ぐらいは少なくとも。 あとはこの方、択一どれぐらい時間かかったかとかもやっぱり満点取れてたとしてもこの土地の10点ていうのは時間が足りなくてね図面書き切ってないとかもしれないですねそうするとどんな勉強したらいいのかなもちろん時間配分なんかはね当連でやっていただきたいですけどやっぱりうちですと書式強化になるんじゃないですかね。満点ですからねもう でも満点でもそこはやっぱりちゃんと勉強は続けなきゃだめだねっていうのはあるけれども先ほども言った通り改正もあるのでそう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 でやっぱり書式でまあ結局問題文長いっていうところは読み取りうんでもあの本試験の緊張感知識じゃないですよねもうあの瞬間は本当にあんまり言いたくないけどまあそういう部分も大きいかなだからやっぱりは 確実に会場受験してほしいなっていうのがありますでウェブであっても必ず皆さん出してくださいね本当に出さない人多いんですよ本当にいや僕がそうだからなんですけどどうしてなかったのいや僕通学だったんです通学だから出すんですけど通信なら絶対に出さないですで出さないと僕やらないんですよそういう方いません僕だけですかあとはまあ自宅で受験してても時間はちゃんと測ってあーそれですねうん この時間がとにかかく重要な試験だらまあいいかなとかって思っちゃいますけどねそれじゃやっぱり意味ないんでねそうちゃんと時間を計って本試験だと思って解くでもその答練までのインプットそうですねそれをしっかりとやってくださいっていうのが今日のメインですで皆様にね一番合うものを選んでいただくのが何より一番ですからね本んに先ほどねちょっとモデルケースお見せしましたけれどもね どの辺に当てはまるかなーって皆さんね、うん、ちょっと考えていただいて、うんうん、でまあ先ほどねちょっと言ったことを参考にして、うん、レックではねこれ4つコースをご準備してますのでね、うん、ぜひご検討いただければと思います、はい、で,ですよ先生、はい、でですよ先生で申し込んでいただくんです申し込んでいただきたいんですけれどもはい 実は合格発表後にこんなことがやるみたいですよ<ー>。<laughs> これはあのマ、ま、の超難しいというやつですね。いや作った人の性格が悪いんで <laughs> <laughs>、あのクレームは受け付けません。ねうんうんうん、でもねこれで運良ければねこんな割引があるわけだから 1>、ね。1月14日に小学生試験ございます。うん、はい。はい、受けるのはただです。<laughs> で受けるだけでね。うん、はい。どんな方でも割引必ず発生するのでね。うん ぜひ、でも、本当に、ただ、暇だから、受けようでも、全然構いませんので、もう、受けに来ていただいて。ですね。うん。 いや、僕なら多分五十パぐらいは狙います。ね僕なら。狙いますね、ちょっと。僕ならもっと取らない。いやいやいや、何言ってんの。だって難しいんですもん。というような試験なので、まあ、ここは皆さん、あの、これができたら。あの、調査士試験合格レベルとか、まあ、そういったもの。で全然そんなことないです。本当に、あの、割引目当てで来てもらえればいいかなと思います。はい、一月の十四日土曜日。はい。十時三十分からですか。はい。ぜひご利用ください。はい。はい。 ということでまあどうでしたかねまあ初回のまあ私たちも若干緊張はしてるんですけれどもまあでもこんな感じでまあこうね何かお知らせがあったら二人で発信していきにやりたいですよね思ってますんでねぜひ見ていただければと思います次本試験後やっちゃいますやっちゃいますあとはなんかねこういろんなイベントとかねそういうのをお伝えしていきたいなというふうに思ってますあの次はもう少しあの楽しくあの気楽にできたらいいな じゃあこんなところですかねそうですかねはい、はい、じゃあまたお会いしましょうはいお疲れ様です、はい、さよならさよなら